こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代の大人世代に似合うバッグ3選というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、僕自身ですね、今40代でいろんなバッグをこれまでに使ってきましたが、まあ、かつてはですね、トレンド感満載のバッグなんかも持ったりしたんですが、まあ、だんだんですね、年齢的に落ち着きが出てくると、今までのトレンド感満載のバッグよりはちょっと落ち着いた上質なものが持ちたいなと思うようになったんですね。まあ、皆さんも同じように40代世代、どんなバッグを持てばいいのかな、どんなものが似合うのかなっていうところで結構悩まれてる方も多いかなと思うので、今回の動画では代表的な3つの種類のバッグですね、皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。まあ、ちなみにバッグもですね、いろんなバリエーションがあるんですが、まあ、実際にですね、僕の動画の中でおすすめしたいのは3つのモデルだなと考えてるんですね。まず1つ目がレザー系のトートバッグ、そして2つ目が両手が開くようなショルダーバッグですね。休日に楽に持てるようなものはやっぱり大人世代にも非常に人気が高いので、まあ、ここも外せないところかなと思います。そして3つ目がバックパックですね。まあ、いわゆるリュック型のもので、このあたりもですね、両手が空いてなおかつ収納量が結構確保できるので、オフだけではなくてオンでもバックパックを使うという方も少なくないかなと思うので、まあ、この3種類ですね、それぞれおすすめのものを皆さんにピンポイントでご紹介をしたいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしているので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここから具体的に40代の大人世代に似合うですね、バッグを皆さんに3つご紹介したいなと思ってるんですが、まず1つ目なんですけども、僕はこの3つのジャンルの中で最もよく使うのが1つ目のレザートートバッグというジャンルなんですね。まあ、バッグの中でもトートバッグということで一定のカジュアルさはあるんだけども、キャンパス系のトートバッグに比べるとレザーを使っているということで大人っぽくて上品さも一定漂うというところでは、このジャンルはですね、40代の大人世代にはめちゃくちゃマッチすると思いますし、もちろん30代の方だとか40代以上の方でもこのようなレザー系のトートバッグはすごく使いやすいんじゃないのかなと思います。まあ、ここで私物をまずはご紹介したいなと思ってるんですが、レザートート系いっぱい持っているんですけども、その中でもここ1年ぐらいよく使っているのがこちらのですね、コンパクトなサイズ感のレザートートバッグなんですね。僕はもうレザートート歴ですね、10年以上で、過去ですね、十数個買ってきてるんですが、まあいろいろ買った中で、まあ最近は荷物がだんだん少なくなってきたので、サイズ感と素材の質感、そしてデザインのシンプルさ、このあたりがすごく重要だなと感じるようになったんですね。特にこのあたりのですね、ちょっとコンパクトめのレザートートバッグって探してもなかなか見当たらないんですね。僕はこちらティモロランドで購入したアーというブランドのレザートートバッグなんですが、革の質感も良くて、なおかつデザインもミニマルですごく気に入ってるんですけども、このサイズがなかなか見つからない。まあ、こちらを今回お勧めしたいところなんですが、まあ、数もだいぶ少ないですし、価格の面で結構ネックがあって安くないんですね。なので気軽に買いづらいということで、今回僕がお勧めしたいのはこちらですね。僕も今回初めて知ったブランドなんですが、ハッシュタグというブランドのスマートトートバッグブラック、価格が19,800円というものになります。このブランドさんとのタイアップとかではなくて、勝手に僕が紹介してるだけなんですが、これがですね、今僕が持っているアーのですね、レザートートバッグとめちゃくちゃデザインとか質感も近いんですね。サイズも測ったところほぼ同じぐらいだったので、皆さんにも結構おすすめしやすいようなシンプルなレザートートバッグになってるかなと思います。まあ、レザーのトートバッグってデザインがシンプルになればなるほど、素材の質感だとか作りの良さというところが勝負になってくるので、ごまかしが効かないわけなんですよね。ですのでこちらもそうですが、素材にこだわりつつ作りも非常に良くて、だからこそ値段が高くなってしまうんですが、まあ、こちらのハッシュタグさんのスマートトートバッグに関してはレザーの質も非常にいいです。まあ、世界的にも評価が高い姫路レザーのですね、素材をしっかりと使っていて、表面にですね、脂肪感があって、このあたりもですね、結構似てると思います。こちらもですね、脂肪感が美しくて、ちょっとこう上品さもありつつ脂肪感が強いと男が好きなような無骨さも漂うので、この脂肪感って個人的にはすごく好きなんですね。そして脂肪感が強いと割とですね、傷も目立ちにくかったりするので、そのあたりも含めて、まあ、長く愛用できるのかなと思います。まあ、デザイン的にも
全くですね、主張がないんですね。良くも悪くも主張がないんですよ。僕のアーのバッグに関しては、まあ一応ですね、この持ち手の部分をですね、こう留めるところが、ステッチで縫われているのがですね、表面にも見えるんですけども、これさえないので、よりシンプルかなと思います。ここまで研ぎ澄まされたようなシンプルなレザートートバッグって、僕は見たことがないなと思うんですね。で、サイズ感もすごくコンパクトで、あまり街も大きくないんですよ。これはですね、まあ正直、仕事でですね、ガンガン使うんだったら物足りないという方もいらっしゃるかなと思うんですが、オンオフ兼用で、オンでもそこまで荷物量が多くない方だったら結構十分だと思います。僕はこのバッグに13インチのこちらの Mac ですね、MacBook Pro を入れているんですけども、これを入れて、あとはファイル入れたりだとか、折りたたみ傘入れたりだとか、お財布入れたりしても、全く問題なく持ち運びができて、まあその他にも外で何か服を買うこともあったりするんですが、まあバッグの中に収納しても、あまり問題がないぐらいですね、ある程度の収納量は確保されてるんですね。あんまりにも大きすぎると、オフだとやっぱり邪魔になってしまうんですよ。で、バッグばっかりが主張してしまうのもあんまり僕は好きではないので、サイズ感、やっぱりこれぐらいがベストだなというふうに使っていて実感があるんですね。まあ、もっとちっちゃくすることもできるんですが、そうなるとちょっと女性っぽくなってしまうのと、男性のバッグという感じがどうしても損なえてしまうので、これぐらいのサイズ感は最低でも必要かなと思っているんですね。で、オンでもギリギリ使えるというところで言うと、これに勝るようなバッグはなかなか見つからないかなと思うんですが、今回ハッシュタグさんのこのバッグはまさしく理想的なもので、価格もこちらのアーは確か5万円ぐらいしたと思うんですね。なかなか気軽に買いづらいんですけども、19,800 円ということで価格的にもこなれてるので、これはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、内側の作りもよりですね作り込まれていまして、こちらに関してはシンプルなポケットが内側に1個あるだけなんですけども、もうちょっとですねこちらのハッシュタグさんのバッグに関しては収納スペースがしっかりと確保されてるので、お財布だとかスマホのバッテリーだとか、そういったものも別で入れることもできますし、内側はちょっとベージュっぽい色合いになっていまして、このあたりも上品な質感が漂うんですね。まあ、こちらは僕の持ってるものはブラックで統一されていて上品でいいんですけども、内側がより見渡しやすいのは、まあ、色はちょっと変わってる方がですね分かりやすかったですので、そのあたりも含めてかなり完璧に近いんじゃないのかなと思います。カラー展開はブラック、ネイビー、ブラウンという形で3色用意されているんですが、もう断然ブラックですね。まあ、ネイビーはちょっと明るいし、ブラウンもちょっと柔らかみもあっていいんですが、やはりこうバッグはある意味で主張がそんなに強くなくて、様々な着こなしに使えた方がいいので、まあ、ブラックが使いやすいと思うんですね。こちらのブラックをお勧めしたいなと思います。まあ、詳細はこちら動画の下の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらから見ていただきたいなと思うんですが、大人がオンオフ兼用で持てて一定の上品さを漂わせるバッグとしては、レザー系のトートバッグが一番良くて、その中でもハッシュタグさんのこのスマートトートバッグのブラックは僕が見た中では一番バランスがいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目はショルダーバッグというジャンルなんですが、まあ、残念ながら僕はですねショルダーバッグってそんなに日常的に使わないんですね。というのも荷物量がかなり少ないので、休日だとスマホとお財布ですね、財布もかなり小さめなので、もうポケットに突っ込んで手ぶらで生きているような状態なんで、意外とショルダーバッグって持たないんですが、まあ、多くの大人の男性にとってショルダーバッグって欠かせないアイテムだと思うんですね。まあ、例えばお財布ですね、長財布を持っていたりだとか、あとはちょっとした本だとか小物だとか携帯だとか、そういったものを収納するのにちょっとこうポケットじゃ心もとないよねという方もいらっしゃると思うんですね。まあ、そんな時には両手が空くショルダーバッグは欠かせないと思うので、まあ、ぜひ皆さんにもご紹介したいなと思ってるんですが、実はこのショルダーバッグで素敵なものってなかなか見つかりづらいんですよ。もう僕の動画の中では実はこうノースフェイスだとかアークテリクスだとか、このようなスポーツ系のブランドをご紹介することが多いんですけども、もちろんそういったものでも全く問題はありません。ただ今回は40代の大人の男性ということで、まあ、ある程度上品さだとか全体の着こなしに馴染むようなそういったものがあると便利かなと思っているので、スポーツブランドのロゴというのがついていると、まあ、カジュアルな夏の着こなしにはいいんですが、ちょっとこう秋冬からのですね上品なスタイルには調和しないこともあったりするので、なるべくミニマルなショルダーバッグがいいなということで、今回ご紹介したいのはこちらですね。フェティアさんのレザーコンビ軽量ボディバッグですね。価格が
が 14,300 円ということで、ショルダーバッグの中では決して安くはないんですが、40代の大人世代はバッグのバリエーションってそんなに多く必要ないかなと思うので、しっかりとここには投資をした方がいいかなと思うので、こちらおすすめになっています。まあ、フェティアさんというのは実はですね、名前聞いたことがある方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕のソーというブランドとコラボレーションをしてバッグをですね、これまで2回作ったことがあるので、皆さんもちょっと聞いたことがあるかなと思うんですが、国内のバッグ専門ブランドで素材使いだとか作りの丁寧さだとか、このあたりも含めて非常にバランスがいいブランドさんなんですね。ですので僕も一緒に商品作りをしているわけなんですが、こちらはコラボレーションの商品でもなくてですね、フェティアさんのオリジナルでやってるものなんですが、正直この存在を僕は全く知りませんでした。今回ですね、何かいいショルダーバッグないかなということで、いろいろと検索している中でたまたま出てきたのがこのフェティアさんのレザーコンビのボディバッグで、これめちゃくちゃいいじゃんということで、もっと早く言ってよというのですね、すごく感じたわけなんですけども、これはなかなかバランスがいいです。デザインで言うとすごくミニマルなんですよね。まあ、ボディバッグということで木をてらったところはなくて、非常にミニマルなデザインになっていると。で、ベースになっているのは上質なポリエステル素材なんですけども、生地そのものにですね、ちょっと上質な光沢感があって、チープに見えるようなポリエステルではなくて、すごく質感がいい大人っぽいポリエステル素材が使われているわけなんですね。で、このようなバッグって結構ですね、休日にガンガン使ったりするので、擦れて色落ちしたりだとか汚れに弱かったりすると、なかなか使い勝手が悪いかなと思うんですね。そういった点で言うと、オールレザーのショルダーバッグみたいなものも大人っぽくて上品でかっこいいんですけども、ちょっとこうガンガン使うには気を使ってしまうなというところがあるかなと思うんですが、これは上品なポリエステル素材が大半を占めているので、その点はすごく安心感があるんですけども、ただそれだけではなくて、部分的にポリエステルの上部の部分にはですね、レザーを使っていることで、ちゃんと上品さも損なわないようなバランスになってるんですね。肩掛けの部分もパーツでレザーを使ってる部分もあるので、ちゃんとメリハリのついたレザーの上質さとポリエステルの使いやすさというところをうまくブレンドしてあるので、このあたりがすごく使い勝手がいいポイントかなと思います。で、オールレザーになるとそれなりの重量感が出てしまうんですが、ポリエステルとのミックスというところで重みが出すぎないように調整されているところも、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、サイズ感なんですが、横長になっていて、大きすぎず小さすぎずのこのバランス、ここもめちゃくちゃ重要です。大きすぎるとやっぱりですね、邪魔になってしまいますし、着こなしの中でバッグが浮いてしまうんですが、まあ、これぐらいのサイズ感だと前面に持ってきてもちゃんと着こなしのアクセントにもなりますし、背中部分に持ってきても一定の収納量がありますし、あまり女性っぽくなりすぎないので、サイズ感も含めてバランスがいいかなと思うんですね。なかなか探しても本当にしっくりくるブランドネームが前に出すぎずに、なおかつミニマルで使い勝手のいいショルダーバッグ系ってないので、これは自信を持ってお勧めできるかなと思います。こちらも展開がですね、ブラック、オリーブ、ネイビーの3色になってるんですが、こちらもブラックですね。断然これが使いやすいかなと思います。まあ、大人の男性が流行に左右されずに長く使えるショルダーバッグとしてはすごくよくできているので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目はバックパック、いわゆるリュックですね。こちらの40代の男性に向けたおすすめはですね、今回いろいろと探してみたんですが、僕がおすすめしたいのは、ウェクスレイのクラシックデイパックというモデルですね。これはかなり作りがいいんじゃないのかなと思います。ウェクスレイに関しては以前動画の中でも何回か出したことがあるかなと思うんですね。結構様々なセレクトショップでも取り扱いがあるので、まあ見たことがある方も少なくないかなと思うんですが、まあその中でも最もベーシックで使いやすいような、いわゆる最もシンプルなバックパック型ですね。こちらなんですけども、これが結構40代の大人世代にも非常に合うんじゃないのかなと個人的には感じています。素材はコーデュラバリスティックナイロンを使っていまして、堅牢で、なおかつ表面の質感としては少しマットな雰囲気ですね。このあたりも結構上品な質感が漂うんですね。で、デザイン的には結構ミニマルで一切の無駄がないんですね。まあ、バックパックというと結構ですね、スポーツブランドのものですね。これまたノースフェイスだとか、アークテリクスだとか、まあ、このあたりのロゴがしっかりとついているものが多かったりするんですが、そういったものとはまた違った一切無駄のないような様々な着こなしに合いやすいようなデザインになっていまして、このようなものって探しても意外と見つかりづらいので、かなりこれは使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。で、サイズ感もすごく重要で、バックパックって本格的なアウトドア仕様のものって結構大きかったりするんですね。そうすると荷物が入っていいんだけども、日常的に使う分にはちょっと大きすぎたりだとか、着こなしの中でバッグだ
だけが大きすぎて浮いてしまうんですね。なのであまり大きすぎないサイズ感がいいかなと思っていまして、こちら18リッターの容量でそこまで大きすぎないのと、あとは本体の重さですね、こちらも 700g と結構軽量で日常使いしやすいような、そういったですね仕様になってるんですね。あくまでアウトドアで使うというバッグではなくて、通勤だとか普段に使えるような日常使いに特化したような、そんなバッグなので、非常に洗練された使い勝手の良さと機能性を兼ね備えたような、そんなバッグになってるかなと思っています。ちゃんと PC ですとかタブレットを入れるようなスペースもありますし、止水ジッパーで雨が染み込まないような工夫もされていますし、表面はミニマルなデザインなんですが、背中との接地面がハニカム構造になっていまして、風通しが良くなってるんですね。このあたりの使い勝手の良さはさすがに作り込まれているので、かなりバランスがいいんじゃないのかなと思っています。価格は 23,100 円ということで、バックパックの中では高すぎず安すぎないというバランスですね。ユニクロだとか無印良品でもそこまでデザインの変わらないバックパックは売ってるかなと思うんですが、素材の質感だとかデザインの細部の作り込みだとか、あとは機能性、この3つのバランスが取れているしっかりとしたバックパックは持っておいて損がないかなと思うので、このクラシックデイパックは今回探してた中ではかなりバランスが良かったかなと思います。もしくは僕の手元にあるものの中で大人っぽく見えるデイパックとして、こちらグリーンレーベルのですねレザーデイパックですね。これまた使い勝手がいいかなと思います。まあ素材がレザーということで、より上品に見えるというところですね。だけどデザインは先ほどのウェックスレイ同様に、まあシンプルで使いやすいような見た目になっています。まあレザー素材が前面に使われているんですが、物自体の重みですね。このあたりも結構ですね、重すぎないんですよね。まあ日々のスタイリングでもレザーのですね、こういったバックパックを探している方意外と多いので、いろんなものをご提案してきましたが、結構重たいんですよ。それに比べてはるかに軽くて、その点の使い勝手の良さも十分に見込めるかなと思います。バッグ自体の構造もしっかりとポケット使いなんかも充実していますし、 PC を収納できるスペースもあって、使い勝手の良さも含めてかなり完成度が高いと思いますし、それでいて価格が 17,600 円ということで、ウェックスレイのバッグよりも安いというところでもコストパフォーマンスの良さが十分に発揮されているかなと思うので、まあ、こちらも含めてぜひ皆さん気に入った方を検討していただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代の大人世代に似合うバッグ参戦ということで、それぞれですねレザーのトートバッグとショルダーバッグとバックパックですね、この3種類をご紹介させていただきました。まあ、どれも共通項があって、スポーツブランドのロゴというのは今回はあまり前面に出さずに、上品に見えるような大人っぽいものをあえて選ばせていただきました。どれもカラーに関してはブラックですね。まあ、ネイビーだとかダークブラウンだとか、このあたりも結構良かったりするんですが、やはりですね僕自身も使った上でなんだかんだでブラックが使いやすいんですね。というのもバッグっていうのは一度買ったら複数年使うんですね。そうなるとベーシックで様々な着こなしに合った方が確実に使い勝手がいいんですね。その点ブラックに勝るものはないかなと思うので、まあ、ブラック系のちょっと質のいいものをですね頑張って買っていただくと、まあ、長く使い勝手がいいかなと思うので、ぜひですね参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、なかなか普段の動画ではご紹介することができないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドですね、このあたりのアイテムに関しては僕がもう一つ運営してます。 YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と週に1回のですねライブ配信を行っていまして、皆さんとワイワイと楽しみながらですね楽しく Q&A やっていますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を僕の方でも毎日投稿をしています。また僕以外の専門家の方も記事を書いてくれていますし、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しむようなコミュニティになっています。気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。